世界ミステリーチャンネルへようこそ。今回お送りする動画は日本人奴隷と題して、16世紀の日本人奴隷の実情を紹介していきます。皆さんは日本人が奴隷になっていたことをご存知でしょうか？有名な歴史上の出来事ではあるのですが、一般的にはあまり紹介されないため、もしかしたら初めて聞いたという人もいるかもしれません。世界中では西欧諸国による奴隷貿易が行われてきましたが、日本も奴隷として外国へ売られた人がいる国の一つだったんです。今回はそんな日本人奴隷について、どのような背景で行われていたのかを解説していきます。なお、この動画はとても深い内容となりますので、今回は日本人奴隷についての概要のような位置づけで動画を作成しております。以上のことをご了承ください。それではぜひ最後までご覧になってください。どうぞ。日本州出身の日本人種フランシスコ・ハポン、戦利品で担保なし、人頭税なしの奴隷を800ペソで売る。これはアルゼンチンのコルドバ市の歴史古文書館に残る日本人奴隷が売買された公正証書の記録です。1596年に奴隷商人から神父に売られた日本人青年について書かれており、この奴隷売買証書は50年ほど前に発見されました。さらに1982年にはこの青年に関する裁判書類も発見されています。そこでは青年が1597年3月に裁判を起こし、奴隷として売買されるいわれはないため自由を要求すると起訴し、翌年11月に勝訴して自由の身分になったと記録されました。中南米においてブラジルでは1890年に奴隷に関する書類の一切が燃やされてしまったため真偽は不明ですが、ペルーでは1614年に行われたリマ市の人口調査で20人の日本人がいたことが確認されています。日本人の奴隷というと戦後のメディアで語られることはあまりないので意外に思うかもしれません。しかし戦前までは西洋の侵略について様々な研究がなされ、多くの記録が残っていたといいます。その後、市中に出回っていたそうした文書のほとんどは GHQ によって焚書扱いとなり、本屋の棚からは姿を消してしまいました。そして日本では西洋の侵略や奴隷についてがタブーとなってしまったんです。16世紀の日本では日本人がポルトガル人に買われ奴隷として海外に運ばれていくということがありました。そしてポルトガル人は日本人奴隷を売買することで多額の利益を得ていたわけです。それと同時に戦国時代は社会秩序も乱れており、貧民が子供たちを売ったり、子供の誘拐や人身売買も後を絶ちませんでした。この時代、戦場で捕虜となった者や一般住民などが奴隷として売られていったんです。日本人奴隷が売られていった先の一つ、インドのゴアでは、ポルトガル人の数より日本人奴隷の方が多かったといいます。この他にも、東南アジアやポルトガル本国にも相当数の奴隷が売られたとされ、男性よりも女性が好まれたようです。しかし、こうした奴隷貿易については、一概にポルトガルだけが悪いというものではなく、日本側にもこれを推進しようとするものは存在していました。逆にそれを阻止しようとしていた勢力も存在しています。日本に駐在したポルトガル人宣教師の中には、ポルトガル商人の日本人奴隷の買い付けを嫌い、本国に取り締まりを要請した者もいました。それにより1571年の段階でポルトガル国王セバスティアン1世は日本人奴隷の取引を禁じる勅令を出しています。ここでは日本人を奴隷にしたり、奴隷を購入した者は財産を没収するなどの決まりが定められました。しかしこの決まりによって日本人奴隷問題が違法行為となったため、文献や証拠などの資料が残りにくい状況となってしまったようです。そして勅令自体は現実的にあまり効果がなく、何ら改善していない旨が書かれた陳述書も記録として残っています。この当時奴隷として売られていたのは黒人をはじめ、中国人や朝鮮人、インド人、ジャワ人など様々な人種に及びました。その中で日本人の奴隷は一体どの程度の人数がいたのか、一説には50万人とも推定されているのですが、当時の日本の人口、
約1200万人から見たら相当数だと言えます。しかし、先ほどポルトガル王が日本人奴隷の買い付けを禁止する勅令を出したと言いましたが、その勅令が出るほど大規模な奴隷貿易が行われていたとも考えられます。イエズス会のルイス・フロイスによる記録も残っているので、ここで紹介してみましょう。1588年の記録には、薩摩軍が捕虜にした豊後の領民の一部は庇護で売却された後に島原半島に連れて行かれ、外国に売られた人々の数はおびただしかったとあります。また1589年の記録には、豊後領民は戦争で死亡したり疾病や飢餓に陥った人々以外が敵の捕虜とされ、薩摩や庇護に連行された後売られていったとあります。この時期だけでも豊後の石高と戦後の状況から計算すると、およそ3から8万人もの人が奴隷として売却されたと考えられているんです。そしてイエズス会は日本人奴隷に対してどのような姿勢をとっていたかという点について、イエズス会としては一応日本人奴隷を禁止すべきとしていました。日本人が多数外国人の奴隷になるような事態が続けば、イエズス会としても看過できません。しかしその思惑は、こうした事態が続けば、すでにキリシタンに改宗した者も、まだそうでない者も、これを見逃した宣教師に良い印象を持たない者。つまり、イエズス会としては、人道的な理由ではなく、自分たちの布教活動に支障をきたすために、日本人奴隷禁止のスタンスを取っていたんです。これは、ポルトガル人商人が自分の利益のために奴隷売買をやめなかったのと同じこと。同じ次元で布教の利を主張していただけと言えます。このように見ると、日本側はただの被害者のように見えますが、日本人奴隷が多く生まれた背景には、荒れた時代も関係しています。当時の戦国大名の軍隊の多くは、足軽やそれより身分の低い者がほとんどでした。彼らは懸命に戦っても恩賞があるわけでもありません。そんな人々を軍隊につなぎ留めておくためには、ある程度の略奪や暴行を許容しなければなりませんでした。これは全国各地同様で、乱取りと呼ばれ、人を奪うケースの多くは身代金目的で行われていたんです。しかし、奪った人に親族がいる場合は身代金を取れますが、引き取り手がいなければどうしようもありません。そうした者たちが、まとめていくらなどの安値で海外に売られていくルートが奴隷貿易だったんです。乱取りの対象となったのは一般人で、少しでも稼ぐためにさらわれ、ポルトガル商人に売り飛ばされていました。日本人奴隷が誕生した背景には、飢餓、戦争、略奪といった過酷な現実があったんです。いかがでしたでしょうか。日本人奴隷と題して、16世紀の日本人奴隷の実情を紹介しました。今回は16世紀の日本人奴隷について話しましたが、大体このようなことがあったということを覚えておいていただければと思います。実際に奴隷になったといっても、その待遇はバラバラで、中には日本を抜け出すために自ら奴隷となる道を選んだ者もいました。このようなもう少し深掘りした話は、ご要望があれば動画を作成しようと思います。まあ、歴史を見てみると、世界各地どの時代でも奴隷という人々がいたということです。生きていくために行っていた部分もある話ですが、こうしたものを見るたびに人間という生き物がよく分からなくなってしまいますよね。それでは今回はこの辺で。最後までご視聴いただきありがとうございました。